これはニレの木。ニレ。ニレ。うん。ただし、これはあれだよね。ほったらかしのグループよりももっとかわいそうだね。これいや、ほったらかされてたのは間違いないんだけど、うんうん、ほったらかした上に血だらけになってんだよ、これ。あ、そう。こんな風になって。この草にみんな負けてるのはいいんだけどさ。これはですね、どっちにしたってね、こっちの方はちょっと作業上邪魔なんでね、うん、この枝はちょっといらないんでね、作業上ちょっとね、これは、この辺は全部これ枯れてますんで、これね、皮ね、これいってるでしょ、これね。だからとりあえずね、様子見よりもここをまずね、これ落としておきます。多分全部いってるね。これはこれもね、ちょっとあまり柔らかいことやっててもねダメなんでね、ちょっとこう恐る恐るだけどね、ちょっとこうこれこういう根なんですよ、これこうです。でさっき言ったようにね、こっち側これ枯れたでしょ、上枯れたからこうずっとね、そしたらこれもう俺はいらないんだなっつってふてくされて死んじゃったわけさ、こっち側だけど、しぶとく生きてたやつはこれこいつ、この水道こう来てこう来てこういったやつはしぶとくね、こう生きたわけさ、猫ついてんだ、うん、こういうのさ。だからね、これはあれだよ、考え方によってはさ、こっちの方がね枯れたんでね、残ったやつがね、俺は頑張って生きなきゃならないと思ってね、帰ってこれ頑張ったんだよきっと。他のとこ根っこないもんね。うん、他のとこ根っこないの。これだけあれば十分だからね、これでもまだね多いぐらい。そしてこれをどうするかってことだね。根がここにあるんで、こういう自然とそんなのはね、こういう植え方にするか、こんな植え方ありえねえな、それともこうやってひっくり返すか。これでここでぶち折れて下向くと、ちょっと太すぎるからありえないね。うん、ありえないね。やっぱりこれがちょっと斜めぐらいだね。うん、この辺がありえるね、うん。こういうとこでちょっとここに鉢に入れて、うん、そうだね、直射日光やめて、うん、そしてちょっと半日陰に置いとくと、うん、あの例の見捨てられた木のようにぐーっと回復しますから。はい、一応これ塗ると。水分のね、蒸発防ぐのでね、こういうあれなんだよね。これは死んでる木だからいいけど、生きてるとこの皮むいたりさ、うんうん、切り口だったりするでしょ、うん、これ塗っとくとあれなんだよ、蒸発防ぐからいいんだよ、うんうん、原液。生きてる葉に当たったらダメなの、うんうん、結局膜作ってね、うん、塞いじゃうわけだから。あ、緑色のとこに当てると葉が呼吸できなくなるの、うん、水も吸えない、水分も蒸発できないで枯れちゃうの葉が、うん、だから葉に当たらないようにしなきゃならないんだよね。
ー。